限で10万円使い切るまで買いません。よいしょ。さあ始まりました。プレダチャンネル、うぅー、あごめんな、はい、来ました。本当に久しぶりに帰りました。帰ってくるのはなんと2年ぶりということですね。2年ぶり、それだからやっぱね、還元したいということで、はい、今回は10万円おお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 おグッズ着ました。今入っても全身コーデしてます。普段買えないのもね。買っちゃおう買っちゃおう。ハウス、ハウスですか。見て、見たことないよ。ゼトピアね、初めて見た、うん。めっちゃいいじゃんこれ。アンソルパーカー。アンソルパーカーめちゃめちゃいいね。ファッション買いますか。あ、ベイベイベイ。ベイが今俺。でも2つ一セット。違う。子供用でした。足削るしかない。これめちゃくちゃ可愛くない。服でさ。めちゃくちゃ可愛くない。服ってさ、違う。ハンガー売り物じゃないです。ポッケついてる。これ女子って感じだな。それも同じぐらいじゃない。ハッピーライト。いい。ちょっと今気づいたことあるんだけど。はい、どうしましたどうしました。見て。本当だー。あかわいい。いいえ、そっちじゃねえよ。舐めとんか。これだよ。これいいじゃんこれ。カメラれるよ。確かにね。ちょうどいいサイズ。さっきのあのあれよく。それそれそれこれ。身長175から185。ああ、ちょうどいいちょうどいい。ちょうどいいそれにします。どうもこんにちは。やめてよ。おそろおそろやめてよ。ダッフィーダッフィー。メンズって感じだね。まあね、確かにね、メンズではないけどな。うん、似合ってますよ。何でも似合っちゃう。似合ってますよ。グッズ買いました。買ってきましょう。カメラポンドじゃないか、ただの。はい。何これ。他にも買ったんですよ。はい。バッグとか。ね。一回これを何買ったか紹介するともに、今からロッカーに荷物を預ける。全身チェンジで。ロッカー入れます。はい。600円使うことになります。オッケー。きつね。買いました。きつね。全身。全身。何を買ったか紹介しよう。そうだね。ということで、何買ってきたかね、はい、発表したいと思います。発表しましょう。まずこれね、オル君と、はい、このジェラトーニのパスケース。はい、これが1800円。おで、この中に、なんとですね、やっぱこのご時世ですから、はい、じゃん。ハンドジェル。はい、プーさんのね。1個980円。2個で1960円。おファンキャップ。はい。俺のが2900円。おこっちも2900円。2900円。そしてこのファッション用サングラス。サングラス。2300円。はい。で、こっちが1800円。こっち1800円。子供用の可能性あります。値段的にも、ね。はい。で、あとこのバッグね。これいいよ。じゃん。マジでカメラとか入れるのにちょうどいいサイズ。そうそう、カメラのバッグなんじゃないっていうぐらい。3700円。おお。で、俺のこれダッフィーの耳がついてるバッグ、はいはい、これは4600円。うん、初めてディズニーでバッグ買いました。で、あとここについてる人形、これとジェラトーニ、これぬいぐるみバッグなんですけど、アオキングも1個ついてて2100円。これ2100円。これは俺の1800円1500円。で、2100円。バズティー、これ3900円です。はい。で、俺のこのミッキーのシャツ、これめちゃめちゃおしゃれ。おしゃれ。これも一緒3900円。おお。で、あとうちは靴下も買ったんですよ。720円720円。なるほど。で、あと最近暑いですから、暑い、あ、そうだそうだ。タオルも買いました。ローズアルだ、これのディズニー。これが1500円1500円。はい。買い物袋が20円。あ、そっか、はい、そうだね。合計が41420円。おお、結構いったわ。半分近く。これでさらに縦コインロッカーが1200円。なるほどね。かかります。600600だから。で、食べ物ってそんなにいかないから、俺は1万円食べるやつやってるけど、どういう時5000円とかで。そうで、ちょっとこの後せっかくコーデしたんで、はい、あの俺気になる場所ちょっと行きたいんですよ。ほう、写真関係の場所があるんですけど、そこに行きたいと思います。楽しみ。カメラでフィルム。カメラでフィルム。これ写真撮ってくれると思うんだけど、こういうのさ、10万円追加なきゃ多分できないの。いや、普段来ないからな。カップもできたから、はい、チャレンジしてみよう。いいね。システム分かりましたね。分かりました。はい、パーク内にカメラマンさんがいて、それを撮ってもらって、そのデータをここで、まあ、台紙をつけて現像してもらえるっていう。なるほど ね。あ、いました、早速いましたよ。ちょっと撮ってもらいましょう。もうこっちピンクの前。はい、はい、分かりました。すごい、初めての経験。こういう、普段やったことないお金の考え方したいよね。新たな経験ができる。そうそう。さっきしました。来た。綺麗。いいですか。これはクッキーサンドで。はい、で。違う違う違う。600円。アイスを食べる前に消毒や。やったね。おー、いい。アリエルの貝みたいな。本当だ。いただきます。じゃーん、クッキーサンド。これも。本当だ。いちごみたいなの入ってる。意味ある。10万円だって。一体ぬいぐるみバンって買ったらさ、行っちゃうよ、そんな。行っちゃうよね。10万円
そうじゃなくていろんなこういうサービスあるんですよねっていう。確かにね。写真は3時以降に出来上がるんでもう一回そこに行くんですけど、そこじゃない、俺が行きたいとこ。ん？このコロナ中にずっとやってなかったゲーム。はいはいはい、外でやるね。そう、あれずっとやってなかったの。それ一発、それ行きますよ。空いてるって。めちゃくちゃ空いてんだよ。うん、たくさん来た。ね。昨日はすごい混んでたんですけど、今日はすごい空いてるんで、ラッキーだと思いますって言ってた。こんな喋り方じゃない。あん。お腹空いたんで。うん。なんか食べに行こう。うん。ゲッチュ。デミグラスチロス。デミグラスチロス、ここで買いました。2本。これは450円、450円。いただきます。うん、うまっ。本当にデミグラスなんです。なんかめっちゃうまい。これデミグラス入ってないんだよ。いや、真ん中はね、入ってる。入ってました。まだまだ食べるよ。うめ。これ100本食べれば4万5000円多分いける。はい、完食。うん、どんどんいっちゃおう。緑のポップコーン発見しました。初めて食べる緑のポップコーン。マッチチョコレート。へえ、すごい。マッチスパートこれ僕のバゲット。これどっちの僕選べるの。多分選べんだと思う。いや、すごい。初めて買った。これ2000円合わせて2000円安い。見て、これ2つ入るようになってる。本当だ。だから違う味を買って入れることができるんだよ。なるほどね。しかも雨降って大丈夫。確かに。はじく。いただきます。はい。抹茶。へえ。合うんだね。おすすめ抹茶ホワイトチョコレート。表面がコーティングされてるじゃん。うん、パリパリして美味しい。うまい。出た。これ大人気なんですか。あ、そうなんですね。聞こえてなかったです、すみません。後で説明してください。買ってきました。おー、出た。色地好きらしいんですよ、これ。はいはいはい。で、ここ出てくるんだけど、夜になるとこれが光って幻想的。なんか聞こえる。アンダーザシーが流れてるわけですね。すごい邪魔だ、すごい邪魔だ、すごいかかってる、すごい出てきた、すごい出てきた。幻想的なサポートもあげよう。無視。今合計いくらだっけ。48,320円。まだ5万いってない。いや、無理して使うもんじゃないから。楽しんで使っていかなきゃいけない。意味ある使い方したいじゃん。何か使い切れる。1回の行方ポンって買って2万円とかじゃないんだよ。誰のこと言ってんだ。じゃじゃチャンドゥのカリーマン。じゃーん。これね、スーベニア付いてるんですよ。スーベニアのポーチ付き合わせて1200円。セットで1200円ね。今までね、うちらね、貧乏貧乏貧乏でしてね、節約しててですね、スーベニア一切付けたことなかったんですけど、はい、初めてだこれ。スーベニア付けたの。ついにスーベニア付けました。やっとだぜ。で、これコーヒーのスムージー。スムージーこれが500円。おお、これがソフトクリーム300円。はい、で合計で3700円。よし、いただきます。これうまっ。だって、この顔になってるわけじゃないんですか。これ、顔出てる。そう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 。これ、気づいてんのって思ってる方いたら、ほんとそう。まだまだいけちゃうんだけど、そんなお年頃。今日は買い物。買い物しようか。マンうまいね。マンはうまい。マンうまい。マンは。ずっと食べたかったカレーのポップコーン食べていい。来たー。俺も食べたかった。ちょちょちょ。太鼓バゲット。ちょっと、結構さ、もったいない使い方って言いたくないんだけど、こっちに1個入るのに。いや、バゲット欲しいがためにね。でも、満席でした。カレー行こう。おお、絶対カレーうまいじゃん。すごいカレー。失礼します。うまっ。うまみよ。うまあんまりね、濃すぎない。それがいいよ。うん、喉かも。いや、また飲み物買えばいい。無限じゃーん。 BBB すなわちビッグダンビート。なる。復活したばっかなんです。そうそう、取れたんで行きます。今からちょっとね、お金とは関係ないんですけど行っちゃいます。オッケー。いや、いい写真だな。ちょっとここで見よう。ここでヘッピーアニバーサリー。じゃーん。いい。おー、いい。お姉さんの指示通りのポーズを取ればえ、俺こんなヤバいやつだった。そうですよ。これがですね、1620円。はい、お客さんできたんだから、お店の前にさ、ナウトガール無法侵入。じゃーん。はい、よー。Can I eat? Can I eat? Yeah? I want to eat! Come on, come on.フィニッシュ。残念。スモークケーキ買います。はい、スモークケーキ。肉です。うまっ。やっぱディズニーで言ったら肉だよね。あー、やばい。念願だった。風船買います。風船です。じゃーん。黄色とかいいよね。ねー、ゲット。ゲットと初めてゲット。イエーイ。
すごい。通りまだ3分です。はい、そう。いつも初めてです。はい、日本の総理。別料金じゃないんですけど、初めて。日本の総理初めて。でも絶対乗ってもいい。ちょっと違うんでしょ。あ、来た。1分前に到着しました。今5時25分。5時25分。乗ります。早速あのソアリン風船ダメだって預かってもらいました。そうなんですよ、早速ね、優しい。ソアリン行ってきました。いや日本のソアリンめっちゃ良かった。海外のね、はい、それはいい。日本だけじゃなくて海外のソアリン同じですか。いや最後は違うの、最後違う、あれがやっぱたまんないわ。帰ってくる場所がそれぞれの国で違うんだよ。今からねゲームやります。おー、さっきチラッと見たらゲーム前と変わってたよ。そう、ね、景品も変わってるし復活しちゃうんですよ。このタイミングめちゃめちゃバッチリ。それでもやろ。パスが必要でした。すごい、やっぱり人気だから。そう、レースできちゃうんだ。あ、できたばっかっていうかさ、復活したばっかだから。なるほどね。キャストさんが言ってたけどキャンセルが出るかもしれないから、キャンセルが出た場合はいける、いける。スタンドバイパス、もう6時、あと3分で6時なんで、半袖がすごい寒いです。あ、日が暮れそうです。コロンビア号にあるレストラン。お、いいね、いいね。行ってもないんで。コロンビア号 SS コロンビア号 SS コロンビア号見て、イースターのスペシャルセット。今イースターなの、1時間で、これ見て。おろろろろろ、この4パターンで8700円。あら、すげえ空いてる。すごい空いてるよ、今日朝4時の渋谷のスクランブル交差点ぐらい空いてる。オレンジジュースとリンゴジュース、ノンアルコールカクテルとミネラルウォーター。ミネラルウォーター。早く行け、早く行けな。30分ぐらいですか、お肉来るのは。でも順番に出てくるんで、コースなんで食べましょう。で、エビ入ってるんで。あ、いいんですか。エビだけ食べてください。インスタ仕様になってるんですよ。卵ってことでしょう。ナルトみたいなやつがミッキーになってる、ね、あ、取った取った取っただ、取ったって言ってた。うまっ、ね、見てこれ、こんなにちっちゃいトマト見たことある。ほんとうまっ。いくらやん。出ました。これは黒毛和牛。黒毛イースターっぽい。なるほどね、こういうとこもイースターなんだ。グレート。ミッキーの刻印。本当だ。刻印というか。フルートが引っかいた後。ねえ、そんなわけないだろ。うわ、うまそう。すっごい味わってもらうのはいいんですけど、20分後ぐらいには行かなきゃいけないんで、先食べてもらっていいですか。めちゃくちゃうまい。久々かも、自分で効果とかあった。最近ストレス溜まってたのかな。グミで。このデザートうわ、最高だわ、うん。はい、デザートです。こちら、チーズケーキと、これはベリーのなんかです。うん、チーン。どういうことやねん。マカロンでしょ。マカロン。ベリーの袋だったら全然ウェルカムなんだけど。本当に言ってる。感想言え。チーズケーキ、何層になってるこれ。じゃなくて。ふざけるの俺だけでいいんで、ちゃんと座っていいですか。ふざけてない。一人ぐらいは。ベリーが入っててあんま酸っぱくない。ベリーが入っててあんま酸っぱくない。ベリーがだって酸っぱいじゃない。ベリーが入ってるからと酸っぱいかなと思うけど、うん、他の層でマイルドになってる。あとマシュマロもうまい。いただきました。なんとですね、2900円という高級な料理をいただきました。食べたことないよ。本当ですよ、ありがとうございます。ということで今合計がですね、はい、79,240円。ほぼ始まった。あと2万円ですって。すっごい寒くなってきたんで、半袖からトレーナーなどを買って長袖にチェンジするために、またお土産のショップに行きたいと思います。行きましょう。半袖の限界。買いました。おお。そのパーカーいくらでしょ。3,900円です。おお。いいね。冬モード。これも寒くないわ。これで夜でも大丈夫と。このグレーのパーカー。グレーのパーカー。あったかいです。はい。これ俺のパーカーよりも高いです。4,900円でしょ。で合計が88,040円です。はい、あと12,000円。でちょっと暗くなってきたじゃないですか。スケボにワゴンのね、グッズ売り場があるんですけど、そこであのピカピカ光るやつ買いたいんです。それは。おー、いいねいいね。いや、買ってもないあれ。わあ、ほら光ってる光ってる。ピカピカ。へえ。ね、穴焼きのスティックすごいよ。うわ、すごい。下クリスタル。本当だ。幻想的だなこれ。買いましたー。ミッキーの回るやつにしましょう。ちょっと待って、しかもこれ、カッサン聞いたらなんか文字が出てくるらしいんですよ。すごい。文字見える。あれだ、東京ディズニーランド。すげえ。これはね、せーの、ポチッ。うおー、すげえ。
むやみに触らないでしましょう、皆さん。危ないから。初めて買ったこういうの。めっちゃすごい。え、今残りいくら？ 92,940 円。おぉ、7000円ぐらい。すみません、そこら辺の飲食店ちょっとやってるんで、そう、そこでちょっとなんか買って食べようよ。はい、今からパン屋さんに行きます。まんまビスコッティーズベーカリーさんに行ってきたんですけど、パン屋さん最後の食事、最後の食事8080円使ってきました。ところで、おすごい、10万1020円。おー、行きました。帰りお土産買おうかなと思ってたんですけど、いや、なんとここで超えてしまうという。めちゃくちゃパン屋で買うじゃん。はい、実はですね、さっきのお肉でお腹溜まってません。まだまだ、はい、せっかく来たんだから。コーヒータピオカラテ2個買って1000円、500円、500円、500円。カップケーキ、これね、スーベニアなんですけど、これが850円を2個買ってます。はい、プレートじゃーん。これもスーベニア初めてつけて850円、これ2個買ってますから。スーベニアプレートついてます。はい、これがクロワッサンサンド840円を2個買ってます。おお、すげえうまそうだったの。これ中に桜のクリームが入って、そうめちゃめちゃうまそうなクロワッサン。チキン&モッツァレラのピザです。ピザ、はい、これ500円。モッツァピザと違う、なんか細長いね。で、はい、ずっと買いたかったやつがあって。何ですか、何ですか。皆さんグミ知ってます？お店にここに売ってるんですけど、こういうグミが、はい、これにケースがついてくるんですけど、ケースがこれハム、ハム、あとミッキーのスポンジミート、ほら、ほらハム。めちゃめちゃ前いいなと思ってて、これはもう買うでしょっていう。グミが850円、こっちが950円。うーん、で袋が4個で40円です。なるほど。でもう10万円超えちゃった。これじゃあ食べさせてもらえるわけですね。はい、いただきます。いただきますわ。甘そう。コーヒーだからそんな甘くない。あ、そう、コーヒーだけじゃ逆に。めちゃめちゃ苦手ですよって。でピザ食べます。ピザ、うん、ピザうまっ。このカップケーキ食べます。うまい。これミッキーの形してる、これ、ほら、ムース、ムース、チョコレートムースです、これ。あ、うまい、うまい、うまい。懐かしいよね。おー、キツネが、キツネが下がベリーみたいに入って、甘酸っぱくて美味しいです。じゃん、うまい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 、何回言うんだよ。うまい、やばい。じゃあ俺この忍者のこのマン、うん、皮だからね。いや、思ってたのと全然違う。これ周りがチョコでコーティングされてる。これ外パリパリのチョコで、うまいわ。もうすぐ閉園なんで皆さん帰ってるから。でもここのベーカリー屋さんってちゃんと家に持ち帰れるからいいのこれ。なるほど、テイクアウトできるから。よいしょ。というわけでですね、10万円使い切りました。うん、久々にですね、ディズニー来れましたんで、うん、探検できたなって思います。今度またホテルとかにも泊まりに行きたいなと思いますので、ね、はい、アトラクションもいっぱい乗りたいね。乗りたい。ちょっとしか乗ってないから、ソアリーしか。またぜひディズニーの動画あげますんで、ぜひ見てください。それでは、この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。じゃあまたね、バイバーイ。ハッピーディズニー。ごめんなさい。オリンピック。